ラジオ DJ、スタジアム DJ、実況者の DJ 渡るがサッカーを熱く語るチャンネル、 DJ 渡るサッカー伝道師チャンネル。はい、 DJ 渡るです。今回の動画は女子ワールドカップ2023グループリーグ総評。ちょっと出すタイミングが遅れてしまいましたが申し訳ございません。今回はね、グループリーグに関してちょっとまとめていろいろお話をしてって、そしてベスト11、グループリーグのベスト11、グループリーグの MVP を決めておりますので、ぜひ最後までご覧いただき、そしてチャンネル登録、コメント、高評価の方お願いいたします。それでは女子ワールドカップ2023グループリーグ総評、レッツゴー。さあ、まずはグループ A からね、見ていきましょう。1位はスイス、そして2位がノルウェー。まあ、もう結果ね、ご存知の通りなんですけども、スイスもノルウェーも負けたと。スイスはスペインに負けた。そしてノルウェーは日本に負けた。まあ、このグループはもういなくなったということになりますが、まあ、このグループに関しては、一番のサプライズはフィリピンがニュージーランドに勝ったっていうこと、ニュージーランド開幕開催国が、負けてしまったというところかなというふうに思います。まあ、でもね、苦戦して命からがらこう来たチームで、決勝トーナメント上がってきてっていうのは、やっぱ体力的にもちょっと厳しいところがあったのかなという感じがね、はい、しました。そしてグループ B になります。オーストラリア、ナイジェリアが上がって、まだねこの段階では試合してないですけども、ここのサプライズはカナダ。まあ、っていうかね、このねグループ自体が厳しすぎる。東京オリンピック金メダルのカナダが負けたっていうのはもちろんそうなんですけども、アフリカ勢が今大会強い。はい、ナイジェリア、オショアラとかね、いい選手ですね、本当にね。はい、オーストラリアがどこまでいけるのか、開催国がやっぱりね、行くとね、盛り上がりますから、どこまでいけるのか。アイルランドも弱くないんですよ、実際。マッケーブ、アーセナルのね、サイドバックがいますけども、全然弱くないチームなんですけど、このグループに関しては、もう本当に、死のグループと言ってもいいんじゃないかっていうぐらい、だってカナダが負けてますから。そして続いてグループ C、まあこれはね、もう皆さんご存知のことですけども、日本が3連勝、そしてノルウェーに勝って、相手はスウェーデン、やってるぜ。で、スペインもね、2位で上がりましたけども、もうボンマティが有言実行で、日本準決勝待ってるぞみたいな、長谷川いいリベンジだみたいなこと言ってるらしいですからね、そう、叩いちゃいましょう。まあわかんないですけどね、スペインとオランダがやって、スペインが勝つかもしれないし、オランダが勝つかもしれない。まあザンビアも個性がちょっとね、まあ日本とスペインが相手が悪かったかなという感じがしました。そしてグループ D になります。イングランド、デンマーク、中国配置、まあここはイングランドが圧倒するでしょうということで、大方予想通りでした。まあ中国もね頑張ってはいたんですけども、うん、まあまあまあ、まあ、アジアカップでアジア王者なんですがね、うん、デンマークもやっぱ強かったですね。やっぱこういう、まあ、アジア相手に強いなっていう感じがしますけどもね、イングランド、デンマーク、まあ優勝候補イングランドですから、イングランドがどこまでいけるか僕は注目しているところです。そしてグループ E になります。まあオランダ、アメリカ、もうね皆さんご存知の通り、オランダは最初勝ちましたけども、南アフリカに、そしてアメリカが、スウェーデンに負けて、世界女王、2連覇女王がいなくなったと。だから、ワールドカップ優勝経験国は日本のみになったということです。はい。日本やってやりましょう。2度目の優勝、全然チャンスありますよ。オランダ今大会強いですね。で、ここでもうね、サプライズはポルトガル。やっぱりね、勝ち点4取るとは思ってなかったです。正直、もう9、6とか、7、7とかで来ると思ってたんですよ、勝ち点。で、ポルトガルがね、アメリカ相手に、0対0の引き分け、まあ、勝ち切れたら、言ってたんですけど、ちょっとそこは難しかったですが、まあそこちょっとアメリカが今大会不調だったのかなっていう内部事情があったりとか、国内の事情とかね、いろいろあったりしますね。はい。そしてグループ F になります。フランス、ジャマイカ、ブラジル、パナマ。ここのサプライズはやはりブラジル。いやー、ブラジルもね、最後のジャマイカ戦ですよ。だから言ったでしょ、アフリカ勢が強い。今大会。ね。カディシャ・ショーのちょっとゴールが早く見たいよという感じですね。まあ多分カディシャ・ショーもちょっとね、ストレス溜まってるでしょう。レッドカードもあったりとかして。はい。で、ブラジルがね、いやー、強いチームだなと思ったんですよね、パナマ戦。でね、フランスに負けて最後ジャマイカで、ジャマイカに勝てはいけたんですけど、グループリーグでまさかブラジルが敗退するとは思ってませんでした。というか、アフリカ勢がこんなに強いとは僕は思っておりませんでした。すいませんでした。そしてグループ G。はい。1位のスウェーデンとやります、日本。いや、全然僕はね、勝てるチャンスあるなというふうに思います。もちろん、失点が1で強いチームではあるんですけども、得点もね、してきて。いや、全然僕は負けてないと思いますので、シコジャパン行っちゃいましょう。そして南アフリカ。ここもやっぱりアフリカ勢が上がってくるっていう、今大会本当にアフリカ勢強い。イタリア、アルゼンチンも弱くないんですよ、正直。アルゼンチンも守備のチームなんですよ。はい。そんなに弱くないんですけど、やっぱ上のチームが強かったなっていう感じがします。まあ、イタリアがスウェーデンにあんだけボコボコにされるっていう0-5。
あれはちょっとびっくりしましたけどもね。だからそういった意味ではスウェーデン出来がいいのかなというふうに思いました。イタリアがここでいなくなるのも寂しいです。はい。そしてグループ H、 まあちょっとアジア勢頑張ってほしかったんですけども、韓国、ただ韓国がまたもドイツをみたいな感じでしたね。はい。まあ韓国上がれなかったですけども、ドイツをなんか道連れにしたみたいな感じで、いやまたもう韓国が立ちはだかるのかと。なんかワールドカップにおいてはこの韓国とドイツは因縁深いなと、グループステージとかでね特にね思いますね。アジア勢にもしかしたらドイツって弱いのかなというイメージがしました。そんな感じがしますね、女子も男子もね。はい。でもやっぱモロッコ、まあトッテナムのアヤンがいたりとかねしますけども、やっぱコロンビアっしょ。マジでドイツに勝ったのすごいなと思いますね。まさか2対1で勝つとは思わなかったので、一番の今大会一番のサプライズではないでしょうか。というわけでグループリーグのまとめでした。というわけでワールドカップグループリーグベスト11、これね忖度じゃないですよ、正直言います。日本人だからとかじゃなくて、あのそりゃだってグループリーグ一番強かった、一番点取ってんだから、無失点なんだから、そりゃ入れるでしょいっぱいっていう感じです。右ルーシーブロンズですね。この選手いいっすね。やっぱルーシーブロンズって、まあ、センターバックやったりとかね、しますけども、あのね、やっぱ体が強い、足が速い、裏抜け対応できる、対人守備いいっていうところで、いやー、ルーシーブロンズは本当にいい選手だなというふうに思います。それでもワールドカップでも力を発揮してます。で、熊谷紗希選手ですね。もう日本の要、日本のセンターバックの要としてこの選手は入れとかなきゃいけないでしょう。だってそれは無失点なんですから。ゴールキーパーね、山下選手もすごかったですけども、グループリーグに関してはやっぱり熊谷紗希選手、統率力すごかったなというふうに思いました。この選手がいるからこそ落ち着き、だってワールドカップ優勝経験がありますから。イレステと可愛い男じゃないか、あのね、それもそうだけど、グループリーグでゴールめっちゃ決めてるんですよこの選手。点の取れるディフェンダー、かなりやばいです。あのコーナーキックからのゴールがスウェーデン多くて、この選手決めてるんで、ヘディングでやばいです。はい、気をつけましょう。で、オナバトジェとかいうかな、スペイン代表の左サイドバックの選手ですね。この選手はね、ほんとジョルジアルバみたいな感じですね。動くし走るしサイド駆け上がるし、まあ日本戦はそんなに力を発揮してなかったですけども、まあグループリーグを通してはこの選手は良かったんじゃないかなというふうに思います。そして我らが宮澤ひなた選手、そりゃそうでしょ、4ゴールやもんどんだけ点決めるねっていう話ですからね。そりゃそうですよ、そりゃ入れますよ。はい。いやー素晴らしい活躍でしたね。もう世界にバレた宮澤ひなた、スピードテクニック見せつけてるんじゃないかなというふうに思います。そしてローレン・ジェームス、はい、ローレン・ジェームズがいいのよ。中国戦、6点取った中国戦でもう2点決めてるでしょ。はい。で、今回3点かな決めてんの、確かね。はい。ローレン・ジェームズは、やっぱ、すごいね。リース・ジェームズの妹さんでございますけども、リース・ジェームズはサイドバックですけど、ローレン・ジェームズ、妹さんの方は攻撃的っていうね、背番号10を背負う選手。いや、技術、テクニック素晴らしいなっていうふうに思います。イングランド代表のデンマーク戦ですよね。あのゴールは素晴らしかったなというふうに思う。ちょっとインスイングのボールで落ち着きがあって、歩幅を合わせるっていうシュート、あれは素晴らしいなと思いました。そして、ジルルート、もうこの人いなきゃダメでしょ。ゴール決めてるし。いやオランダのジルート落ち着きがあっていいですね。決定的なパス出せるし、気の利くところに顔出せる選手だなっていうふうに思いました。それでいて攻撃もできる、なんかちょっと凄みと怖さで言ったら長谷川優選手みたいな怖さあるなと思いますね。そして、はい、オーストラリア代表、まあね、グループリーグ最終戦で2ゴールですか、ヘイリー・ラソ、マンチェスターシティ。これね、またちょっといいのが、最初ね、黄色のリボンでね、ポニーテールやったんですけど、最終戦確かね、水色だったんですよ、マンチェスターシティの。だから見ちゃう、マンチェスターシティやらいやーこの選手スピードもあるし、ドリブルもキレキレだったなというふうに思います。やっぱボールがあそこに来るとかっていうのも、やっぱりラストの持っている力だと思うので、ホームっていうのもねありますから、ラストどん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 活躍してほしいなと思います。そして左、遠藤純選手、まあ左の宮澤遠藤はここはね、日本代表選ばざるを得ないでしょう。キレキレのドリブル、いやーアシスト凄みを増してるなというふうに思います。まあ本当にね、アメリカに行ってフィジカル成長したなと思いました。で、アレクサンドラポップ、まあこの選んでる中ではですね、まあ、敗退はしてしまったんですけど、ゴールもね決めてる、3ゴールかな、はい。でヘディングも素晴らしかった。まあ最後ね、最終戦勝てなくてゴールを決めたんですけども、 MVP でちょっと悲しい顔で、写真を撮ってましたが、まあ、あのグループリーグの中ではかなり印象に残った選手かなというふうに思います。高さがやっぱ怖いね。あ、ちょっと忘れましたが、レベッカ・スペンサー。なぜかというと、シュートストップがすごい。やっぱりこの選手がいなかったら、ジャマイカは決勝トーナメント行ってないんじゃないかなというふうに思います。というわけで、ワールドカップベスト11でした。さあ、というわけで、グループリーグ MVP は、なでしこジャパン、宮澤ひなた選手、忖度
ではございません。だって一番すごい視点取ってます。グループリーグ3試合4ゴール1アシスト、これ文句なしでしょ。もう本当に文句なしだと思います。これ異論がある方何ですか、半日ですか。現在得点ランキングトップ、はい、5ゴールまで上げましたね、はい、グループリーグでも本当にその実力をいかんなく発揮したなというふうに思います。てかこれもう言わなくてもいいでしょね、わかるでしょ正直ね。もう宮澤選手が世界にバレた瞬間でございますし、まあもう電話かかってきてるでしょ。多分わかんないけど、まあ日本を決勝トーナメントで導く大車輪の活躍、いやもう本当に信頼を受ける選手だなというふうに思います。いやパナマ戦、あのワールドカップ前の強化試合ね、あれだけチャンスあった中で点決められなかったらどうなったのかな、大丈夫かなというふうに思ってたんですけども、本大会に合わせてきてるんですね、勝負強い。いやだってそうだよね、 U20 の時もゴール決めたりとかして本大会強かったもんね。いやそう考えるとやっぱこの選手って世界の舞台丸20丸、大舞台丸20丸っていうね、いやだこういう選手は結構海外で通用すると思います。やっぱり大舞台とかで力を発揮できる選手、重要な試合で力を発揮できる選手ってやっぱ必要なんですよ。いい時に点取れるとかっていうのは本当に必要なので、例えばチャンピオンズリーグに出場するようなチーム欲しいんじゃないかなと思いますね。やっぱこういう勝負強い選手、ああいう1対1なんてやっぱここですから。正直ゴールキーパーと1対1であれ技術ほぼな関係ないですよ、ほとんど気持ちですからね。あれ気持ちが強い方が1対1制しますから、はい。なのであれを1対1、2ゴールぐらい決めてるかな、はい。それはすごいなというふうに思いますね。圧巻のスペイン戦では2ゴール、大舞台で大舞台で大活躍、躍動しております。女子ワールドカップ2023グループリーグ総評以上になります。 MVP はね、宮澤ひなた選手、全く忖度しておりません、納得だと思います。さあグループリーグが終わってもうね、決勝トーナメント始まっております。さあ日本代表なでしこジャパン2度目の優勝はいきます、同時勝やりますのでお願いいたします。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価の方をお願いいたします。あなたのチャンネル登録がサッカー界、女子サッカー界の未来を変える力になります。